11日、第48回日本大相撲トーナメントが東京都の両国国技館で開催されました。平戸会は長崎県出身で西前頭8枚目として幕内トーナメントに参加しました。準決勝では遠藤を寄り切って勝利し、優勝決定戦に進出しました。優勝決定戦では、大関の豊昇龍と対戦しましたが、上手投げで敗れました。それでも、 大会の関東賞を受賞しました。テレビ長崎、第48回大相撲トーナメントが11日、東京、両国国技館で行われ、大関、豊昇龍が初優勝を果たした。上位陣が早々に姿を消す展開。横綱、昭野富士は初戦で明生に、新大関、琴ノ若は準々決勝で平戸海に敗れた。 三役以上で唯一ベスト4に進出したのが豊昇龍。準決勝で5、決勝で平戸海をそれぞれ立ち合い変化からの上手投げで退けた。昨年は決勝で大栄翔に敗れていた豊昇龍。去年準優勝だったので今年は絶対優勝したいと思っていた。本当に嬉しいと雪辱を果たし笑顔を見せた。初場所では優勝争いに絡むも、右膝の怪我で14日目から休場。 悔しい思いをしただけに、去年より良い年にしたいと春場所以降への巻き返しを誓った。昨年覇者の大栄賞は、3回戦で遠藤に敗退。トーナメントならではの同部屋対決は、初めてなので新鮮でした。締め込みだとまた違いますね、と稽古場とは違う雰囲気を楽しんだ。日本大相撲トーナメント第48回大会。 新大関琴ノ若は4回戦で幕内平戸会に上手投げで敗れた。1月の初場所で大関昇進を決めて注目度が高まる中で、幸先のいいスタートは切れなかった。準々決勝敗退に琴ノ若は、初場所が終わってから、1日も休んでいない。今日はやっとこの時間に帰られる。早く帰って寝ます、と苦笑いを浮かべていた。多忙な新大関は、睡眠にこだわりがある。 厳しい夜の冷え込みが続いた初場所中に、羽毛布団の上に、寒い時だけ毛布をかける。靴下を履いちゃダメ。最初は冷たいけど、潤化して適度な温度になる、と語っていたほど、どちらも逆の方が体が温まると思われがちだが、実は違うようだ。ストイックな琴ノ若は、怪我と風のきっかけを自分で作らないがモットー。万全の状態で初場所に挑み、 13勝を挙げて大関取りに成功した。多忙を極める中でも体調管理を大切に、春場所へ向けて調整していく。トースポウェブ、第48回日本大相撲トーナメント平幕の平戸海は、決勝で大関の豊昇龍に敗れましたが、敢闘賞を受賞しました。自分でも驚いて喜んでいます。4回戦では新大関の琴ノ若を上手投げで破るなど、 8834人のファンを館内に沸かせました。彼は、何も考えずにやった方が体は動くなぁ、とうなずいています。1月の初場所では2場所連続の勝ち越しとなる8勝7敗の成績を収めました。彼は3月の春場所でもさらなる飛躍を目指しています。第48回日本大相撲トーナメントの決勝戦で、大関の豊昇龍が幕内の平戸海を上手投げで破り、 所有賞を果たたししました優勝賞金の250万円なども手にしました豊昇龍は1月の初場所で右膝を負傷し14日目から千秋学まで休場しましたが十勝4敗1球という結果に終わり不完全燃焼でしたしかし3月の春場所に向けて弾みをつけました平戸会は関東賞を受賞しました重量トーナメントでは千代昇馬が優勝しました 大関としては2番手では許されません。そんな思いが、豊昇龍の体を突き動かしました。決勝戦では立ち合いで右に大きく変化し、右上手を取った瞬間に上手投げを決めました。昨年の大会では決勝で敗れて準優勝に終わった豊昇龍が、今回は初優勝を飾りました。絶対に勝ちたいと思っていました。いいプレゼントです、と豊昇龍はコメントしました。 昨年の名古屋場所後に大関に昇進し大会翌日の12日には東京都内のホテルで大関昇進披露パーティーが開催されますこの大会は48回目でリカバリーの前祝いとなり景気を上げましたただし3連覇を果たしたのは元朝青竜だけですまた豊昇竜もおじさんと同じく準優勝からの連覇を達成しました 彼の負けず嫌いな DNA は追いに引き継がれており、次は V さんに挑戦しますが、それは考えないようにしよう、と豊昇龍は言いました。彼の苦笑いの表情もますますおじさんに似てきました。第48回フジテレビ大相撲トーナメントが11日、東京、両国国技館で行われ、大関、豊昇龍が初優勝しました。決勝では平幕、 平戸海に立ち合いで変化し、上手投げで勝利しました。前回は関脇、大栄翔に決勝で敗れ、準優勝だったため、昨年優勝に届かなかったので、本当に嬉しいと笑顔を見せました。叔父の元横綱、朝青龍のドルゴルスレン、ラグワドルジ氏はかつて3連覇を達成しています。偉大な記録だけに、考えないようにしようと、ちゃめっけたっぷりに笑いました。 初場所では終盤まで優勝争いをしましたが、14日目から右膝を痛めて休場しました。場所後に基礎運動を始め、10日に相撲を再開しました。春場所へ、休んでいるわけにいかないと、この日の栄冠につながったと語りました。放置新聞社、第48回日本大相撲トーナメントで、大関の豊昇龍が幕内トーナメント決勝で平戸海を上手投げで倒し、 初優勝しました。平戸海は関東賞を受賞しました。横綱の賞の富士は1月の初場所で4場所ぶりの九度目の復活優勝を果たしましたが、初戦の2回戦で敗退しました。新大関の琴ノ若も4回戦で敗退しました。豊昇龍は去年は2位だったので、今年は絶対に優勝するつもりで土俵に上がった。優勝できてよかったです、とはにかみました。 豊昇龍は1月の初場所で右膝の怪我のため14日目から休場しましたが3月の春場所に向けて頑張りたいと意気込んでいます一方優勝まであと1個のところで敗れた平戸海は自分でも驚きました何も考えずにやった方が体は動くなぁと思いましたとさらなる活躍を誓っています重量トーナメントでは千代商馬が優勝しました 千代昌馬は優勝決定戦でヒロト法と大勝馬を破りました。昨年末に腰の手術を受けた千代昌馬は回復途中で、少しずつ良くなっている、と笑顔で語りました。第48回日本大相撲トーナメントは、11日に東京、両国国技館で行われ、大関の豊昇龍が決勝で平戸海を上手投げで破り、初優勝を達成しました。 豊昇龍は昨年の準優勝の悔しさを忘れず、今年は必ず優勝するつもりで土俵に上がりました。その貪欲さは取り口にも現れていました。準々決勝では後湾戦で右に、準決勝では戦で左に、そして決勝では平戸海戦で右に動いて、速攻で勝利を収めました。彼は右膝の負傷で初場所を途中休場し、わずか2週間しか経っていません。 その間、リハビリと基礎運動に努め、相撲は前日から軽く取り始めたばかりです。まだ万全ではなく、踏ん張ることに不安もあったのでしょう。この初優勝が彼にとっての良い薬となることを願います。豊昇龍の叔父である元横綱の朝青龍は、第30回大会から3連覇を果たし、計4回優勝しています。親族として、 彼もそのような成功を受け継ぎたいでしょう。12日に東京都内で行われる大関昇進披露パーティーに参加し、大阪での復活を目指して、あっという間に3月場所が来ちゃう。ここで休んでいるわけにはいかない、と意気込んだ。新大関琴ノ若は、日本大相撲トーナメント第48回大会の4回戦で幕内平戸会に上手投げで敗れた。取り組み後には、 頑張ろうと思っていたけど、全然ダメでした、と苦笑いを浮かべた。初場所で大関昇進を果たした琴ノ若は、関取との対戦は初場所以来で、若い種の指導と自身の感覚を取り戻すために取り組んでいると語った。また、伝達式後も忙しい日々が続いており、先月31日には、ポカポカにゲスト出演していた。琴ノ若は初場所が終わってから、